空港に着きました。絶対保安検査は毎回引っかかる。今日は大阪に行ってポップアップのお仕事があるのでそれをして、で夜は高校生の頃の大阪で仕事してる友達と会うので、その友達の家に泊まって、明日は一人でちょっと大阪を回ろうかなと思います。今回のポップアップはこの韓国のブランドです。このモコモコが可愛い。一泊二日の What's in my bag としようかなと思います。こんな感じで、まずパソコン、パソコンもなんかここに入れれるところがあって結構便利と、あとこれが歯ブラシとかワックスとか、あとコンタクト洗うやつとかです。でこれがまあ2日目の服、一応暑かった時用の半袖と、あとまあ秋だからデニムジャケットを持っていきます。でこれが Apple Watch の充電器と USB-C の充電器です。これがメガネ、いつも使ってるメガネ。こっちに下着、靴下、パンツ、タンクトップと、あと化粧水とか洗顔とかプロセットです。まあ、1泊2日だからこんな感じで、ここに仕切りがついてて、これが結構便利、地味だけど倒すこともできるけど、まあ、これも3つじゃなくて2つにして使ってます。ここでこんな感じ。これがトラベル用のバッグで、こっちが普段使いっていうかお出かけ用のバッグです。あー、じゃあこっちはあのショーツとかで紹介しようかな。意外と便利だなと思ったのが、ここのここで長さ調整つける紐。最初めっちゃ長いなと思ってゴムかなんかで自分で結ぼうかなと思ったんだけど、ここになんかついててこう押して引っ張ると短くできます。これなんかベルトタイプよりすぐ引っ張って使えるから結構便利。全然これ自体は案件じゃないんだけど、今回はインスタの仕事で呼んでいただいたので。でこのバッグもなんかスクールバッグみたいな感じで、こうやってリュックみたいに軽いこともできますって感じかな。あと45分ぐらいあるから一旦今日の動画を編集します。めっちゃ高校生がいるから珍しそうに見てる。修学旅行かな、なんか楽しそう。もうちょっと30分ぐらい編集します。着きました、大阪で。奇跡起きて、飛行機が高校生の修学旅行とかぶってて、なんか入場手続きとかが少し多分遅れたのかな。それで10分ぐらい遅れて12時51分に着陸して、で飛行機からあの出れたのは51分ぐらいに飛行機の入り口から出て、そこから1時のバスに乗りたかったから普通にもう無理だろうなと思って歩いて行ったら、なんか7分ぐらいでバス乗り場まで多分めちゃめちゃ最短ルートで行けて、でそれで今乗れてもう大阪市内に着きました。超早い。で着くのも多分予定だと伊丹空港から20分ぐらいの予定だったんだけど15分ぐらいで着きました。最初の予定通り、いやそれより早くか着けた。今はみんなにインスタでおすすめしてもらったマズラ喫茶店に行きます。まあ、実は一回大阪来た時に Vlog 撮って、でその時も行ってるんだけど超良かったから、やっぱみんな好きな感じ分かってくれてる。めちゃくちゃ気に入ったのでまた行きます。純喫茶のナポリタン、アイスコーヒーの。いただきます。10分ぐらいで届いた。めっちゃ早い。うん。うま。
とりあえず昼ご飯食べれました。めっちゃ美味しかった。ナポリタンは最高。あの値段でコーヒーとナポリタンついてくるマジでやばい。東京だったら多分1500ぐらいすると。おすすめしてくれた方ありがとうございます。で今からこのさっき紹介したバッグのブランドが阪急でポップアップをしてるのでそこに行きます。今仕事が終わったので今日はちょっとゆっくりしようかなと思って大阪の友達のおすすめの喫茶店に来ます。開いてる？うわ久しぶりにホットケーキ食べたい。こういうお金って自分こんにちは。足がしっくりリンクします。みたいな感じで跳ねてもないよ、うん、うちの出ていいよ。大阪見る、うん、今高校の時の友達とご飯困るわ。慣れてないわ。2連休とか取ろうかなと思ったけど、めっちゃ撮影仕事が入ってきたね。俺は明日、せっかく大阪来てるから大阪の古着屋とかちょっと取れたら取ろうか。確かに、長崎町。え？長崎町。まあまあ、長崎町有名なの。古着系やったらその辺じゃない。うわ、これはうまいやろ。やばそう。こちらに来てくれりゃさ、それから天満とか飲み歩くとかできたら。ベンチやったらミッチーこういうとしょった。びっくりした。さすがになってたもん。いやでもそれも楽しいよね。あ、取れた。ま、大阪喫茶店安いよ。あ、安いんや。めっちゃ安い。うわ、つくねうまそう。緊張せずに食べてな。いただきます。まだ暑かった。うわっ帰ります。またね。ヤスン、ヤスンこれやってよ。じゃあ大阪2日目の朝なんですけど、今日の夜飛行機に乗って帰るんですけど、インスタグラムでいろいろ質問を募集しておすすめの古着屋さんとかを紹介してもらったので今心斎橋に来ました。さっきちょっと朝喫茶店でゆっくりしてて、本当は心斎橋で古着を見ようと思ってるんだけど、だいたい古着屋さんはオープンするのが昼過ぎとかそのくらいだからまだ全然開いてなくて、で雨村のトレファクがもう11時から開いてるので大阪のトレファクディグをしようと思います。あと朝も割と早いからお客さんが多分少ないと思うので店内も回せたら動画回そうと思います。めちゃくちゃ天気いいな。なんか予報だと今日29度まで行くみたいです。昼2時とか3時あたり。29は夏だな。でもまあ空気がカラッとしてるからまだ涼しい。こんな感じ、めちゃめちゃ天気、まあ、とりあえずトレファクに着いたらまた回します。着きました。三角公園からもう徒歩1分、めっちゃ近い。大体最初に入り口付近の割引商品を見てから入りますね。
これかっこいい。これかわいい。うん、いいね。ダサカワだ。チェスターコートとかと合わせたらめっちゃいい感じの外しになりそう。これめっちゃいいじゃん。ディーゼルのスウェードブーツ3200円。ヒスのブーツ持ってるからもういらないけど、めっちゃ状態綺麗だし、これちょっと大阪の方ぜひ。3000円だよこれ。ディーゼルのスウェードブーツ、うん、めっちゃ秋に使えそう。かわいい。これもめっちゃかわいいな。なんかこの前タンポポハウスで買った感じのダサカワなアディダスのでかいビーニーの感じ。なんかスウェード系のジャケットとか、1時間ぐらい見たけど、うん、あんまり可愛いのあったけど持ってるようなビーニーとか似たようなやつだったから今回は買わなかったです。まあ今からみんなにおすすめしてもらったこの辺の古着屋さんを回ろうと思います。古着屋さんに行く前にお昼ご飯を食べます。この辺のたこ焼きをやっぱ食べたいから、三角公園のすぐ裏にあったたこ焼き大店。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やりました。お気に入り忘れ物ないね。はい、はい、ありがとう。めっちゃ美味しかった。ポン酢とマヨネーズ合うんだって感じ。でもなんか醤油があったからすごい気になったけど、ポン酢めっちゃ好きだから誰かと来てたらシェアしたかったけど食べれないなと思ってやめました。あと値段も500円でめちゃめちゃ安くて、今から古着屋さんを回ります。閉まってた。こちらの、はい、これなんですが、ちょっと海外に行ってしまってて、はい、で動物市はバイトの子が開けてるんです。ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。隣の飲食店の人が教えてくれた。海外に買い付けに行ってるから土日だけアルバイトの子が開けてるって。でももう一個近くにおすすめしてもらったとこあるから行きます。マンションの中に403号室だから、あと1回閉まってた。どうしよう、カフェにでも行こうかな。近くにあと1個ぐらいあったと思うから行ってみます。空港に着いてラーメンをめちゃめちゃ食べて今から飛行機に乗って帰ります。ちょっと眠たいな、さすがに。ラーメン大盛り食べたから。まあそんな感じで最後まで見てくださってありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価もお願いします。じゃあまた次の動画で。いや、ちょっと言い訳みたいになるんですけど、トレファクで結構古着を探して、
で、ちょっと疲れて、で、結構古着屋さん、みんなが紹介してくれたやつを見に行くの楽しみにしてて、で、3連続でお店開いてなくて、もう結構元気なかったですね、この日は。で、飛行機の時間もそろそろ近づいてきてたので、カフェに入って、で1時間ぐらい編集して、でちょっと空港でラーメンを食べて帰りました。なんか今編集してて元気なさそうだったので、全然楽しくなかったわけじゃないです。誤解を解いとこうかなと思って今撮ってます。結構こんな感じがリアルな僕のいつもの行動パターンですね。だいたい古着屋とかセカンドストリートとか、結構服を探した後はちょっともう疲れちゃうので、服を探すのが楽しくてやってるんですけど、でも結構体力使うので1時間とか探してると、だからなんかそういう時はだいたいちょっと疲れたなと思ったら喫茶店に行って、まあゆっくりします。まあ結構リアルな感じの最後は、なんか動画回ってないぐらいの感じで撮ってました。でもまあ逆にそれがよく見えたらいいかなと思って今撮ってます。で、今ここまで見てくださった皆さんはありがとうございました。こんな感じでいろんな県外とかも仕事行きたいし、まあそれこそ海外もやっぱり行きたいし、日本国内だったら、いや日本国内じゃなくても海外でも、そう行ったところ行くところとかをなんかみんなにおすすめとかを聞いて、そこに行くのってすごい今回楽しかったです。やっぱりよくいつも見てくれてる人は僕がどんな感じが好きなんだろうとか分かってくれてるので、それで教えてもらったところに行くのはやっぱりすごい楽しいですね。だからまたどこかの県とかにお仕事で行った際は皆さんにおすすめを聞こうと思います。で、ちょっと彼は疲れてたので、僕が代わりに最後の動画の締めをしようと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。ここまで見てくれたみんなは、まあ、登録はしてくれてると思うんですけど、まあ、もしよかったらコメントしたことなかったらぜひしてみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。